片町スクランブルナイト、続いてはスペシャルゲストですよシアスタの中新さんがいらっしゃいました。すいません、また来てしまいました。金沢から音楽と笑顔を、はい、シアトルスタンダードカフェボーカルの中新正人さんでございますけれども、はい、よろしくお願いします。もうお腹いっぱいです。いやケーキ、はい、美味しかったです。いや結構いっぱい食べてらっしゃるようで、はい、っていうかでもあの我々お腹いっぱいです、はい、ほら12月のあそうですね、ほらほら12月の8日、8日あの皆さんのおかげで、うん、赤羽ホールのワンマンライブ単独公演大成功でした。ありがとうございます。ありがとうございます。やったやった。で先月のこの片町スクランブルナイトではね、うんうん、あのそうそうそう10年にして初の試みというメドレーを見せてくれ、アコースティックメドレー、ね、素敵でしたね。何を隠そう、うん、あの時の、うん、ヒット数、うん、このスクランブルナイト的にもそうそうそう、はい、記録更新と、そうありえない数をたくさんの方が叩き出したっていう、うん、ありがとうございます。本当幸せな効果ですね。たまたまっていうことはありえない。いや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 、やっぱりねファンの方たちが見てくださったんですよね。 その、うん、ね、その時のヒットをさらに上回る形で、うん、今回赤羽ホール、うん、はい、600人そうですね、あの皆さん来ていただきまして、だって立ち見の方もいらっしゃいましたよ、うん、はい、そうですね、うん、当日、まあ、立ち見のチケットっていうのも、まあ、かんもう分かっていただいた上で、うん、あの来てくださった方もいらっしゃったんで、はい、本当に感謝です。ありがとうございます。やっぱりこうファンの層を表しているかのように本当にちっちゃい子供から、はい、結構シニアの方までいらっしゃって、やっぱシアスター人気すごいんだなって思いましたね。本当、うん、あのスクランブルナイトの皆さん、片町の皆さんにもたくさん来て、うん、くださったんで本当にもう感無量です。ありがとうございます。終わっての感想って聞いてみていいですか。そうですね、だんだん実感が湧いてきたっていう感じで、はい、やっぱりもう終わった時はもう胸いっぱいで、全然どんなライブだったかっていうのも思い出せないぐらいだったんですけど、少しずつ、あ、やっぱりアコがちょっと爪が甘かったなとか、アコはでもすごく良かったなっていうのが今になってようやくだんだん思い出せてきてる感じです、はい、胸いっぱいでしたもんね、うん、中新さん何回ぐらいこう目から汗が、最初登場した時にも泣いてたらしいです、はい、胸いっぱい、ね、涙もろくなってしまって、はい、そうです。でも本当にその僕らがステージに立ってることもそうなんですけど、うん、そこに本当皆さん来てくださってて、うん、あの会場全体がもうそういうすごいあったかい雰囲気だったんで、もうその僕らの音楽がどうこうっていうのよりも、あの空間がもう本当に素晴らしかったなっていう、はい、思いました。ね、我々もねお邪魔させてもらって、ね、はい、あの空間を共有できたのが ね、 ね、すごいでもよかったなと思って、いろんな新しい試みもいっぱいありましたもんね。そうですね、あのメンバーそれぞれのソロのコーナーだったりとか、あのツェーゲン金沢の現像と一緒にツェーゲンのテーマを歌ったりとか、はい、本当盛りだくさんで、でもあのやっぱり前回 の、 あのメドレーの方が結構頑張ったかなって。いやそれはない、それはない、いや違いすぎるもんだ。正直でもあのメドレーの方が緊張しました。あのその振り返った映像を見て緊張しました、ね、はい、そうです、はい、いやでもね、 そんな感じでね、もう、はい、1年かけて、はい、あの日に向かって、そうです、ねね、ずっと準備してきて、はい、いろいろ構想を練ってっていうことがあったと思うし、まあ、一つ大きな大きな目標をクリアして、はい、今度11年目のシアスタ、はい、そうですね、に向かって、ね、はい、また来年もこの番組に準レギュラーみたいな感じで出れたらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。あの結構お客さんたちの中ではですね、はいはい、また赤羽で来年やってほしいなっていう声とかもあったみたいですよ、はい、そうですね、うん、なんかその、まあ、皆さん本当にお疲れ様って言ってくださって、うん、あのすごい優しいこともかけてくださるんですけど、うん、じゃあ次どうするのとか、うん、やっぱりその僕だったりしやすさに対して皆さんもいろいろこう期待してくださってるっていうのは今すごい感じてるので、うん、ちょっと今ゆっくり休んで、うん、次に皆さんと一緒に迎えたらいいなと思ってます、うん、次、はい、次の目標は、次の目標はちょっと今まだ考え中です、うん、まだ決まってないんで、うんうんうん、新曲はでもどんどんできてますもんね、はい、そうですね、うん、ライブでも ありがとうっていう曲とか歌わせてもらったんですけど、まあ実際泣きすぎて何を歌ってたか最初から声裏返ってたんですけど、うん、でもそうですね、その10周年を迎えた時に、あのステージに立つのにこう向かってる途中でやっぱり行き着いたっていうか、たどり着いた言葉がやっぱりありがとうっていうシンプルな言葉だったんで、うんうんうん、まあ、それを
曲にして、また来年11年になるんですけど、また1年目のバンドのつもりで、もう心機一転頑張っていきたいなと思ってます。じゃあもう次日本武道館しかないかな。かなりいきなり飛躍しましたけど。そうですね。はい、でもそうですね、目標をやっぱり高く持って、やっぱり皆さんにもこう一緒に夢を見ていただけるような活動を、はい、やっていきたいなと思ってます。アジアツアーなんかもやってるわけだし、そうですね、海外からも、はい、注目が集まってるわけでしょ、シアスター。そうです、赤羽ホールにも、台湾からイリシャっていう女の子が参加しに来てくださって、それで、1曲だけ、その日本と台湾のコラボレーションっていう曲を歌わせてもらったんですけど、やっぱりあの時に歌った時にも、なんかすごく自分たちがやってることって、自分たちにしかできないことだし、なんかそれをやれてることにすごい意義を感じたんで、来年ももちろん国内はそうなんですけど、自分たちができるなんかいろんな交流だとか、皆さんとのそういう関わりをもっともっと広げていけたらいいなと思ってます。私当たり前なんですけども、はい、赤羽のあのステージに立ったことないんですけども、はい、ステージから見たこうファンの方たちって、はい、やっぱ顔とか見られます？そうです、やっぱり皆さんも、僕だけじゃなくて、言い訳なんですけど、皆さんもやっぱり泣いてる方たくさんいらっしゃって、それも僕も泣いちゃったんですけど、その周りとか後ろの方にはずっと僕らのことバンドを支えてくださってるいろんなそういう関係者の方とかもいらっしゃって、中には本当にもう親心で見てくださってる人とかもいらっしゃって、その方たちの顔はなるべく見ないように、どこ見て歌ってたかあんまりよく覚えてないです。ただもう泣かないようにと思って、はい。でもね、鶏が先か卵が先かみたいな、どっちが先泣いてんのが先だみたいな話ですね、ここはね。そうですね、もうずっとなんか、はい、ライトの中にこう隠れてましたね。その先が、はい、初めて今回見させていただいたんですけども、はい、メンバー同士がすごく信頼し合ってる。はい、ここがやっぱりシアスタの魅力の一つでもあるんじゃないかなと思ったんですよね。そうですね、やっぱり一番大事なのはやっぱ5人でシアトルスタンドカフェっていうことで、まさにこの皆さんこの番組作られてるのもそうだと思うんですけど、本当皆さんのチームワークでできることなん で、で僕がたまたまそれで歌を歌ってるっていうポジションだけ でそれはずっと僕一人が歌うっていうこと感覚よりも、こうみんなで今までこう作ってきたものをなんとかこう自分っていうフィルターを通してなんか皆さんに届けたいっていうそういう思いだけで、はい、歌ってました。今回の赤羽を経てボーカルはね、座を狙うような輩も出てきましたし、そうそうそう。なんか僕のフェイスブックに書いてあったんですけど、宮谷さんが今度ステージの真ん中に立つって言って宣言されてた、宣言されてた、そっちもだギターボーカルギターじゃなくてボーカルなんだと思ってかなり強力なライバルが出現したと思いますね。下克上バンドになるやもしれない絶対負け、いろんな意味で負けちゃいますね。いやいやいや、はい、負けないでください。はい、ね、そして、はい、ここから先、またね、こう通過点の10年を経て、赤羽という大きな山を登り切ったシアスター、さらなる飛躍に期待したいなと思います。はい、ありがとうございます。いや、そんな中新さんなんですけどね、はい、クリスマスの思い出とか今年はどうされてるのかななんて聞きたいな。ね、今年は多分、まずメンバーには連絡せずに、ゆっくりしたいなと思ってますね。しないんですか？しばらくやっぱり、スタジオも実は今もう予定入れてなくて、それぞれに今までこう赤羽に向かってる間にできなかったようなことを、いっぱいみんなそれぞれしてほしいなと思ってて、はい、じゃあ中新さん今一番何したいんですか？そうですね、実家に帰りたいです実家といえばだから、はい、すぐ帰りたい、すぐ帰りたいと思うんで、実家に帰らせていただきます、はい、それでいいと思います。まあでもね、クリスマス正月、ね、はい、ゆっくり過ごせますように、はい、まずはお疲れ様でしたね。ありがとうございました。また来てください。また来月来てくださいね、はい、また準レギュラー言うとったし、ね、いや本当今日ケーキ食べに来たみたいな本当申し訳ないです、すいません、ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。ということで、金沢から音楽と笑顔、シアトルスタンダードカフェボーカル中新雅人さんお迎えしました。ありがとうございます。